5、クリアです。クリアしました。さあ続きまして、ケラモス選手です。ガール・ケラモス選手、65.75、クリアです。無事クリアしました。さあそれではまず並んで正面を見ての写真撮影からです。ファイティングポーズ、ありがとうございます。ポーズをお願いいたします。1年5ヶ月ぶりに帰ってきました、堀江選手です。格闘技への何かめちゃくちゃ強くなった、これしかないという気持ちが溢れている、そう話します。一方は平野選手、堀江選手が特別強いとは感じていない、打撃でもグラップリングでも私の方が優れていると自信を持ちます。復帰戦、いきなり強敵を迎えることになった堀江義典選手です。フェザー級特選戦にここで勝って一気に乗り込むことができるか、この2人の戦いです。セミファイナルです。それではですね、ファンの皆さんにも撮っていただきましょうか。皆さんどうぞ、一緒にいらっしゃいますので、はい、でファイターの皆さんもファンの皆さんに向けてお願いいたします。よろしいですか。はい、ありがとうございました。最後の使用、そしてファイターの皆様ありがとうございました。以上をしまして効果計量終了とさせていただきます。会場にテーマリングをご覧の皆様、明日は2023年シーズンの開幕戦になります。